ごいもうベッタベタになるぐらい舐めてもらえるんで、ちょっとハラハラするじゃないですか、やっぱ、うんうん、上の人いじると。それはもちろん奥さんですよ。うわあ、もう本当に番組を見ていただきたい。もうちょいいいガードしてほしい。もうちょいいい男のあるからなんか。いや、いい男ですよ。あんちゃん。負けた時でも拍手がもらえるような、ね、チームになっていってくれたら嬉しいな。まずはハマる横浜 FC から。今回はチャンスを演出するクセモノアタッカーの参加状に迫ります。ここからは一人一人に喜びと感動を、小野寺グループと湘南ユナイテッド BC の提供でお送りします。ハマる横浜 FC、 今回のゲストはこの夏新たに横浜 FC に加入された山根とわ選手です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっとまず一番最初にですね、以前群馬のチームでですね、横浜 FC と対戦した機会があったと思うんですけれども、忘れもしません、5月1日の試合、結果は 3-3 だったんですが、そこでこう2アシストを決められてますが、その時の試合のことは覚えていらっしゃいますか？本当に前半で3点差つけられてしまって、その時群馬のホームだったんで、本当に恥ずかしい前半だったんですけど、後半は同点までいけて、その中で2アシストもできたんで。横浜 FC の選手にその時の試合のことって何か言われたりとかしました？いろんな人に言われたんですけど、前半クソ弱いなって思ったっていうの。そう、でも逆に後半弱かったけどねっていう、逆に言ってやり合いでもやっぱりそのエピソードあったわけですね。そうですね、最初それ話してそのまま練習入ったっすね。でもよかった、仲間になってくれて。ペット2匹飼ってるんですけど、犬と猫。うん、試合でダメだった時も良かった時も変わらない可愛さで近寄ってくれて、はい、犬に関してはすごい顔を舐められるんですけど、うん、すっごいもうベッタベタになるぐらい舐めてもらえるんでフレンチブル飼われてるっていう、舐めますよね。いや、もうすごいですよ舐めるし腕は掴まれるし、だからそのいい意味でこう下向けないっていうか、うんうん、相手してあげないといけないんで、こう、 うまく切り替えやすいし、猫はあとただ単純に可愛いんで、うん、もういるだけでこう癒されるっていうか。ご結婚されてるということなんですけれども、そのワンちゃん猫ちゃんと、奥様どちらに癒されるのかなっていう。それはもちろん奥さんですよ。うわあ、もう本当に番組を見ていただきたい。ペットって言ったらもう終わりますよ。ここまで使っていいですか今のところで。はい、もう使ってください。使わないとやばいですよ。逆に。ペットだけでいいじゃんってなっちゃう。群馬の時なんですけど、はい、やっぱ監督とかには丁寧に受け答えすると思うんですけど、はい、こう慣れていくうちにいじってしまって、でそれを見た選手が笑ってたんで、あ、これで笑い取れるんなら。いじっちゃおっかなってなっていじってたんですけど、はい、ここではまだヨモさんいじれてないんでもう見極めてしっかり、はい、ここだっていうタイミングで差し込めればいいなって思います。ちなみに横浜 FC の選手でまず最初にいじってみたいなって。いじってみたい。いじってみたいか。選手っすよね。いじってみたい。やっぱシュンさんと。おお。今全く喋れてないんですけど、もういつかこうキュッと見て距離詰めてシュンって呼びたいですね、いつか。おじゃあ目標、中村俊輔選手をいじれるようになるぐらい距離を詰めること、もう本当おいぐらいの軽いジャブポンみたいな感じ入れたいんですけどいや、もうもしそんなことが起きるんだったら、いやそれでポンってやってバーンって殴られてもいいんですよ。もう愛の無知なんで。
そうですね、はい、そこまでいけたらなって思います。ちょっとハラハラするじゃないですか、やっぱ、うんうん、上の人いじると、でいじって、まあ、笑ってくれたりとか、なんかちょっと叩いてくれたりとかすると、はい、まあ、距離も縮まるし、こう見てる人たちもちょっと笑顔になるじゃないですか、はい、一種の、まあ、盛り上げでもあるしパフォーマンスでもある。そうですね。なるほど、はい。サイドでの運動量だったり、1対1の攻守の、抜かれないだったり抜くだったりとかはストロングポイントにしているところなので、そこではこの J リーグの中でもトップクラスの選手だと今は思っているので、うん、まあ、自分がこうすごいプレーするとかあんまないんですけど、こう周りのすごいプレーに乗っかってるのがうまいっていうか、それもある意味ストロングポイントかなと思います。じゃあなんか今一番力を入れているトレーニングって何ですか？攻撃も守備も1対1を選手とやってるんですけど、まあ、本当にここのチームも対人強い選手がたくさんいるので、抜かれなかったり抜いたりするのはすごい練習してるんで、本当に良くなってると思います。こうなんか当たり負けしないというか。そうですね、当たり負けもしないし、こう縦に行かれても中に行かれてもついていけるようなアジリティだったりとかを練習後に1対1することによってついていると思うんで、本当にありがたいです。ここまでは一人一人に喜びと感動を、小野寺グループと湘南ユナイテッド BC の提供でお送りしました。